はい、おはようございます。あ、はい、おはようございます。おはようございます。気をつけて。何をやってるんですか？今、料理してます。はい、じゃあ、1時半後レッスンじゃなくて1時半ここ料理教室始まります。始まります。今日はあの、大掃除を、そう、大掃除をする前に、そうです、もう散らかってるんで、そう、教室の大掃除をする前にちょっと、ご飯を食べようと思って。はいはいはい。これは、何でしょうか？それは、何でしょう？これ知ってる？これこの魚、韓国でファンテチェ、ファンテンで、ファンテ、うんうん、ファンテで、実はこの、もともとこれが、うん、あの、韓国だと、あの、明太明太、そう、その魚を明太って呼ぶの？そうそう、明太って、それ感じて、明太なんだけど、 それが、あの、干したやつが、ファンテなんですよ、うん、で色が、ファンテの黄色ですね、うん、だから、もともとこう、なんかそう、色がね、はい、生の色が白になっちゃうから、ファンテって言いますね、もともと同じ魚だけど、はいはい、それが乾かしたもの、ファンテって言いました、ね、でそれが、あの、リヨンでもファンテ、タラね、そう、タラっていうの、ね、それになって、はい、あと、そう、韓国で一時期、その、日本でも一時期ね、うん、プゴックっていうね、プゴックって流行ったんですけど、それが、うんうん、これ同じやつで、はい、こう、なんだっけ、旦那さんがね、うん、そのお酒の飲んできて、はいはいはい、それなんか酔っ払ってきたら、なんか朝、スープを作って、そう、スープで朝、スープ作ってあげるんですけどね、二日酔いのために、うん、で、それをこう、もともとこう、丸一匹なんですよ、うん、で、それをこう、棒でわーっと叩いて、叩きながらね、そう、それでなんかこう、ごまかすんですね、うんこうそれがなんかそれストレス発散もできるし、何に何そう、旦那さんも、うん、飲んでなんかこう二日酔いが、うん、二日酔いが治るし、そう、それを、まあ、まあみんな難しく考えるんですけど、うん、それもね簡単に作る方法なんですよ、はい、僕はねちょっとアレンジして日本風で、はいはい、日本の味噌汁で作れるって感じです、はい、最初この、まあ、鍋はねこう中に入ってるのこれは大根とあの、まあ、ニンニクと入れるんですけど、はいはい、だからこれだけで入れて最初こうちょっと乾かしてそこに、うんうん、まあ簡単なこう日本の味噌、はい、日本の味噌、ね、日本の味噌、はい、もうこれ味噌汁作ると同じですよ、はい、まあ、大根の味噌汁みたいな、そう、大根の味噌汁ね、うん、で、たっぷり入れて、うん、で、まあそれで、あとお腹ちょっとえ本だし、本だし、はい、本だしね、それで、はい、まあ、そこまでは同じでしょ、はい、日本と、はい、そう、まあできればね、あの、煮干しとかで取ってもいいですよ、そうそうそう、時間がない人は同じでいいですよ、で、僕の、ここに僕らしいの韓国風に味を出すコツが、はい、踊るコツが韓流ダンスを踊る、それは、ね、こうできるのこれです、はいはい、これはまあよくなんとかじゃない、うん、こっちじゃないですこれあの、はい、よくなんか焼肉食べるとき、はい、あ、炊いてくる甘いもん、甘い、ちょっとなんかいろんな混ぜた味噌ですね、うん、それ韓国のサムジャンって言うんですよ、もともとこれはなんだっけ韓国だと、うん、焼肉食べるときよくこう、はい、食べるんですね、はい、でもこれはすごい便利ですよ、うん、これをちょっと入れることでちょっと韓国風の味が出ます、味になる、はい、僕はよくなんかこう、うん、納豆食べるときもこれをちょっと入れて食べると結構な韓国風の味がします、お風呂に入るときにもちょっと入れて、そうかなんかもう別調でこのぐらいちょっと入れたら、ここにねニンニクとかいろいろ入ってるから、はい、もうすでに韓国の味が韓国の味になってしまう、そうそう、ね、で、それやってそこに、そうですね、いつもと違う味噌汁ってことですね、うん、そうそうそう、ちょっと変わったりですね、うん、で、そこにこう、さっき切っといた、さっきのね、はい、ファンテっていうね、タラの、そう、タラ、まあ、これ入れて、なんていうのかな、そう、干したら、ね、そこに、はい、まあ、まあ、そこからはもう何でも入れてもいいですよ、何入れてもね、そう、味噌汁と同じようにして、ね、で、だいたいこう大根とこの魚が似合うんで、はい、大根とこれだけはかなり入れる、はい、そう、僕の場合は、まあ、これだけは全然味が出るんですけど、はい、ちょっと色味がないから、まあ、ね、まああれだったら裸になってレオ君がそのまま入ってお風呂になってもいい。これでなんかこうとわかめちょっと入れるともっとこう味噌汁的な味が出ますね。もうほぼできそれで完成、それで完成ですよ。あのそんなに煮込まなくてもね。それでなんかちょっと味がなってるぐらいちょっと味見して、はいはい、あこの上いいなと思ったら、はい、で僕のこともっと韓国風に見せるためにこう、はいはい、鍋のね、韓国の鍋ね見せるつもりなのか鍋ですね。これ鍋の名前なんだ。あのトッペギでトッペギ鍋で作るとちょっとそれっぽくなる。それとまあ中身は韓国日本の味噌汁なんだけど、はい、まあそうあと味とかちょっと ね韓国風に、はい、やっぱりそう見た目が大事なんで、はい、もちろん見た目大事ですね。そうそうもうお腹ちょっとあれ早く作って はい、そんな感じで、はい、本当にただなんか韓国よりだから完全に韓国より風に作ろうと思うより、うん、ちょっと日本のあるもの で、まあねはい、日本の味に合わせて作るのがそう楽しいサンジャンとかちょっとだけ入れてねそうするとさらにこと日本風だけど韓国の味が出る。ね、僕もなんか目玉焼きをご飯に乗っけて、うん、コチュジャンとサムジャン塗って、
食べるだけでビビンバみたいな。辛いのもないからね。そう、辛いのもないから。ベルベルする。ほんとほんと、ね、ちょっと入れるだけでね。そうそうそう。はい。というのは韓国なんですけど、ごま油入れてね。まあ、固定がねして韓国より韓国より大事なくて、うん、本当にもう日本とアレンジすれば絶対にもね、うん、そうですね。はい。じゃあちょっとお腹痛いんで、早く食べさせてください。じゃあまた。